おっすおっす、黒だぞ。こんばんは、森です。今回も信長の野望編成 PK やっていくぜ。今度は何をやるんです？今回は、戦国権兵衛を助けてみようと思うぞ。これは、一体どうなっているんです？戦国権兵衛って群雄両乱で大名になれるくらい知名度があるのに、そんな中唯一の AI レベル C ランクの大名なんだよな。まあ基本的に有名な大名は、それなりに実績もあるわけで、AI レベルは上がりがちですよね。それで戦国権兵衛を救おうと思ったんだけど、群雄両乱でやってもなーって感じだったから、今回は関ヶ原の戦いシナリオでやってみようと思うぞ。でいろいろ準備したのがこの画面だな。なるほど。それでこのシナリオに大勢力である、豊臣徳川と同程度の規模感になっているわけですね。そうでもしないと飲み込まれるだけだからな。それ以外にもいろいろ手を加えてみて、なんとかアホの子戦国権兵衛を救ってみようと思うぜ。これで戦国権兵衛を救えたら、AI レベルが低くてもなんとかできるって証明にもなるからな。そういう意味も含めて早速やっていくぞ。それじゃあデモプレイを開始していくぜ。改めて今回の改造戦国家だけど、まず城数を増大させてるな。もともとこの時期の戦国家は、小諸城を本拠に2つの城を持っているんだけど、今回は27城にまで増やしてあるぞ。数字で聞くとかなり多いですね。豊臣家が27城、徳川家が29城だからな。同じくらいにはしないとかなと思ったぜ。おかげでもともと該当地域に城を持っている勢力は、みんな1城になってるぞ。さらに城数に加えて、武将も吸収してあるぜ。関ヶ原の戦いシナリオは年代が年代だけあって、豊臣家、徳川家以外の大名は、どこも武将が少ないんだけど、その少ない武将を戦国家に集結させてあるぞ。結果的に武将数は75人になってるな。もともとが6人とかなので、かなり増えましたが、それでも軍の数には遠く及びませんね。まあそれは豊臣家徳川家も同じだからな。あとは領家に合わせて官位と役職も渡してあるぞ。初期の状態を考えるとかなり盛りましたね。正直これでも足りる気がしないしな。いい勝負にはなりそうですけどね。まあこれを基準にして、何度か世界線を変えていけば、いけるだろうって感じだな。最初の世界線はテスト的な感じですかね。そういえば戦国権兵衛は、群雄両乱大名で唯一の AI レベル C ランク。って話はしたと思うけど、関ヶ原の戦いに関して言うと唯一じゃなくなるぞ。それこそ豊臣家の大名、豊臣秀頼も C ランクだし、東海から甲信にかけての、一城大名になった連中の中にも C ランクはいるな。まあこの頃の大名の多くは、豊臣家徳川家からの治療で大名になったもの、その息子世代とかが多いので、どうしても AI レベルは下がりますね。自力で成り上がった人物は少ないな。まあ自力で成り上がったにもかかわらず、一度改易されて大名に復帰したのが戦国権兵衛なわけだが。立身出世の代表格である秀吉の部下だったというのもありますけど、戦国権兵衛もかなりの立身出世をした人物ですからね。やり働きは優れていると思いますが、政務がこなせるとはとても思えません。ある意味戦国時代のシステムの闇を体現してるよな。どうしても戦場で活躍した人物が上に立つって仕組みだと、戦国権兵衛みたいな大名も生まれると思うぜ。でそんな戦国権兵衛だけど、結構時間を進めてきたんだが、大きな問題を一つ抱えてるぞ。何があったんです？全然出陣しないんだよ。北陸の方とかに一城大名の勢力を集めてあって、始めたら吸収してくれればいいなと思ってたんだけど、そこすら行かずに引きこもってるぞ。やはり豊臣家徳川家と隣接しているのが問題でしょうか。それにしたってだろ。普通に近隣の城から送るだけでいいのにな。その判断もできないから C ランクなのでは？可能性はありそうだぜ。 AI レベルの差って正直わからんけど、出陣するまでの相手との差とかもあるのかな。豊臣家は出陣してるから、 AI レベル C ランクの大名は攻めに行かないってことではないと思うんだけどな。一城大名同士で争って大きくなってはいますが、それでも規模感なら圧倒的なんですけどね。さすがにこれは想定外だぜ。そんな戦国家に対して、豊臣家徳川家はしっかり拡張してるしな。そうなると訪れる未来は確定的なんだよな。ちょっと時間を飛ばしたら、徳川家が戦国家を攻め出したぜ。片や引きこもり、片やしっかり拡張していたとなると、当然そうなりますか。しかもこれに対応する軍を送ったことで、西が手薄になって、西からは豊臣家が攻めてきたぞ。これはもうダメみたいですね。とりあえずおおよその展開は見えたし、次の世界戦に行くか。次の世界戦では、集落掌握を進めてみるぞ。内政で刻むのは珍しいですね。今回本当に加減が難しいんだよ。どうしても関ヶ原の戦いって、2大勢力衝突シナリオだし、差が激しすぎてな。ちなみにだけど、ゲーム中編集だと、それぞれの軍の、開発用地には触れないから、プレイヤーがやるなら武将をどんどん移動させていく必要はあるぜ。AI がそこまでやるかは謎ですね。そんなわけで集落掌握を終わらせて、時間を動かしてみたんだけど、結果から言うと変化はなかったぞ。やっぱり小勢力の吸収にも行かずに引きこもり、豊臣家徳川家に攻撃される形になったぜ。多少内政で序盤に宿を与えたくらいでは、展開は変わらないということですね。せめて小勢力の吸収くらいはしてほしいんだけどな。まずはそこをなんとかしないといけない気がするぜ。落とせないならともかく、出陣もしないとなるとなんとかなるんですかね。それを試してくぞ。
次の世界戦は、それぞれの城の城下施設も建設して、これでかなり兵力が上がったぜ。ちなみに徳川家で9万、豊臣家も8万8千とかだから、倍以上の兵力を持つことになったぞ。一気に差をつけましたね。さすがにこれなら戦国家が圧倒しそうですけど。そうだといいんだけどな。正直オイラはこれでもいけるか不安だぜ。さっきまでの世界戦だってオイラにとっちゃなかなか衝撃的な展開だったんだからな。豊臣家徳川家に負けるのはともかく、小勢力も九州に行けないことですか。実際関ヶ原の戦いシナリオだと、他の動きを制限するようになってたりするんですかね。右下の通知を見る限りそれはなさそうだぞ。九州とかで島津とか立花が暴れてるし。まああっちの方面はどうしても、外側なので、東海から後進の大名にはそういうデバフがみたいな。やっぱりそれは考えにくいぞ。小勢力同士では争ってるわけだし、戦国家だけピンポイントに動かないってことはないだろ。それはそうですね。やっぱり豊臣家と徳川家に隣接してるのがいけないんですかね。兵力なら勝ってるのにか。なんならこの兵力に差がある状態でも、豊臣家徳川家は拡張を続けてるんだぜ。脅威とみなされてないんですね。やっぱり何か特殊な仕様でもあるんでしょうか。この世界戦では戦国権兵衛が生きている間は良かったんだけど、1614年に戦国権兵衛が亡くなると、待ってましたとばかりに豊臣家が攻めてきたぞ。連動するように徳川家も動き始めましたね。時期的にも先ほどから戦国家に行っているバフが、意味がないとは言わないんですけど、それでも負けてしまうのはきついですね。かなり期間は経ってるから内政差は埋まってるとは思うんだけどな。それにしてもここまで一気に押し込まれるのは意外すぎるな。次に行くぞ。次の世界戦は、制作で差をつけてもらうべく、初期資金を1000万渡してみたぞ。もともとこの世界は城数が多いこともあって、相応に収入があるけど、これでより制作を加速させるぞ。制作ブーストは特に序盤に差が出やすいですから、ここで何か変わればいいんですが。時間を進めていくと、確かにがっつり制作に使ってて、収入のマイナスは5万を超えるくらいになってるんだけど、それでも戦国家は動かないぞ。ただ収入が浪費しているだけですね。ここまで固くななのは初めて見ました。ここまで来ると、本当に動かないデバフがあるんじゃないかって感じてきたぜ。防衛には動くんですけどね。AI レベルの差だとして、徳川家に行けないのは仕方ないですが、豊臣家には行っても良さそうですし、そのために小勢力を吸収するのは全然ありえそうな展開なんですが。本当わからんな。次だ次。次は明確に一つ目をそらしていた部分があるから、そこを改善してみるぞ。目をそらしていた、どこです？所属武将の能力だな。この時期は人数も減ってて、どうしても弱体化するのは仕方ないけど、核能力トップ12、60代の能力の人が入るのはさすがにどうかと思うぜ。政務のこれは確かにきついかもですね。政務だけじゃないぞ。統率に関しちゃ80以上がいないし、武竜はまだマシだけどそれでもこの中で張って数値だし、知略もかなり低いぞ。確かにこれは厳しいですね。初期のシナリオで人数が少ないとかなら、仕方ない部分はありますが、いくら関ヶ原の戦いシナリオで、武将は寄せ集めだとしても、これは低すぎます。あんまり武将の数値いじるってやりたくないんだけどな。今回あまりにも動けないからやってみるぞ。とりあえず宿老の中で適当20人、全能力を80にしてみたぜ。戦国権兵衛の方をいじるわけではないんですね。今回はそこをいじるのは違うかなって思ってな。まあそれはそうですが。ちなみにこの10人もいじったのは数値だけで、特性とかはいじってないぞ。これで少しでも変化があるといいんだけどな。ここまであった変化って、攻められる時期が変わるくらいですからね。それもこっちがいじった内容の影響か、世界戦のブレなのかわからんレベルの誤差だしな。ただすでに5年以上回してるけど、やっぱり戦国家は動こうとしないぜ。もう結果はいいから動いてくれ。なぜだなぜ動かんって感じですね。まさかこんなところで白っ子さんの気持ちを知ることになるとは思いませんでしたね。オイラ元ネタ知らないんだが、それなんかのセリフか。ガンダムネタらしいですよ。私もゼータガンダムは見てないんですが。ネタだけ知って元ネタを知らないやつな。でも本当にそのセリフがこれほどふさわしい場面もないぜ。結局この世界戦も、戦国権兵衛が亡くなるのに前後して、攻められるようになっちまったぜ。確かにここまで何も変わらないのは驚きですね。武将に関しては寿命問題もあるとは思いましたが、それにしたって初動くらいは変わってほしいものですが。少しでも変わってくれればまだ続けられたんだけどな。さすがにこれは心が折れたぞ。これまで色々検証してきましたけど、ここまで変化がないのは初めてですもんね。段階を経ているので分かりにくいですが、一度目と五度目の世界戦ではかなり違うと思うんですが。見た目に違いが一切反映されなかったけどな。正直動画にするかも迷ったけど、これはこれで驚いたし、一周回って面白かったから動画にしてみたぞ。いい改善方法を思いついた人がいたら、ぜひコメント欄で教えてくれ。というわけで今回はここまでにするぞ。このチャンネルでは、ストラテジーゲームを盛り上げるために、いろいろな動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。メンバーシップもやっていますのでよければご一行ください。X のフォローもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。よければこの動画も見てってくれよな。